バカだな。舌を噛み切るつもりだ。クリムから聞いた。逃げろ。でも、すまねえ、ロイド様。あとは全部イザラム様が。何をしているんだお前ら。警戒されて見失えば俺で。何のためにこんな。殺すぞ。了解しました。ダメに決まってるだろ。やっべえ、ロイド様の魔術。このクソガキが死ね。すり抜けた。あ、死ねって言ってたし。18個気になれ。あたが不眠。避ける一択です。食らうと中の魔人モルトも即死か。分かってたならとっとと逃げてください。パズズの使った減減したものは魔力の防壁で、魔力を水に例えるなら止められても水は素通りして俺の心臓に届くかも。魔人にはランクがある。ちなみにパズズは俺は3級ですぜ。王侯貴族、魔族、正真正銘天変地異級。一級魔人が100人束になってもただのいけすかないやつじゃない。何なんだい。第七七なっと気がするぞ。いたような気がするぞ。ジェイドは俺も会いたかった。少しは楽しませろ。次です。他連中みたいに魔術で簡単に吹っ飛ぶなわけねえだろ。死ぬか。あんな勢いなら本当に別ダンス大怪物なんです。ずいぶん厚みじゃないか。冗談だろ。全国戦法をはるかに凌駕して。その結果何枚もつかね。バカ野郎かよ。無傷。人間はこれを術式などこの力を操れなかった。翼を持って生まれた哀れでいびつ呪われた我々にはたやすい空を飛ぶがごとく。とりわけジェイドの翼は呪われは我らのはずもない死の天使。こう名付けた。カゲロウ、あるいは君、俺を楽しませてくれ。死の覚悟も意味があったろう。剣だ。どうしよう、困ったことに。まだまだここからだな。場所変えない。